備で10キロ行軍。なんだ白金、10キロ程度では足りないか。白金、15分遅れだ。よって全員トラック15周。組み上がったら正常に作動するかチェックしないと。弾が入ってないって分かってても銃口は人に向けないでよ。コッキングレバーを引かずにハンマーが動くわけないでしょ。何やってるわけ。白金、なぜこれほどまでにスプリングが散らばっている。バカね。まずは一回でもいいから完璧に組み立ててみせろ。基本の木の字も知らないようでは話にならない。この次元中に15分以内に組み立てを完了するようにしろ。通常は10分以内よ。全員、白金が時間内に終わるようになった時が授業の終わりだ。食事も就寝もそれまでなし。何？何でもないことないでしょ。よせ、榊。今日の晩ご飯は美味しいね。いつもと同じ合成食。特別って意味が分かってしまった気がするわ。同感。たまには意見が合うのね。でも銃の分解組み立てが時間内に終わりましたよね。あなたのおかげでね。ちゃんと食べなさいよ。食事まで遅れる気？お荷物？その辺でよかろう、榊。食事は楽しくとるものだ。ミツルギも本当は言いたいことあるんじゃないの。もちろんある。ならはっきり言った方がいいわ。言わぬ方がよい。そんなことはないわ。口にすることで問題が浮き彫りになる。そうすればみんなで考えることができる。そうか。では言おう。先ほどまでのそなたの口上を聞くに、今の説明はごまかしにしか聞こえんな。何ですって。批判と悪口は違うのではないのか。物には言い方というものがあろう。白金は確かに基礎体力に問題がありすぎる。とはいえこれはすぐに結果が出るものではないから本人の努力は見えにくい。だが今日は違った。白金は教えれば教えただけ成果を上げる男だということが分かった。銃の分解組み立て、最後は誰の口添えも必要なかったし時間も問題なかった。いやむしろ早かったと言えるだろう。そう言われてみれば。
確かに白金の何が特別なのかは私にもさっぱりわからん。しかし今日までのことで悲観するとは早計だぞ。なるほどね。そなたは我らのレベルで白金を測っているが、今日分かったようにこの者は素人だ。そなたは初めて小銃を組み立てた時、今ほどにうまくやれたか。我らが実戦部隊に配備された時、間違いなく白金と同じ立場になろう。逆に実戦ではいつも成熟した兵士が配属されてくるわけではない。その状況に臨機応変な対応ができなければ全滅は免れまい。そうならぬよう訓練しているのではないか。白金も訓練すればよい。それだけのことだ。以上だ。許すがよい。いささか喋りすぎた。悪かったわ。ごめんなさい、白金。事実だもんね。あやみねさん、三つるぎが言いたいことは分かった。分隊長としては反省すべきことがいろいろあったと素直に思う。分かってくれればよい。でもこれだけは言わせてもらうわ。なんだ。総合戦闘技術評価演習、私たちは二度と失敗するわけにいかないの。今の白金がその基準に見合っているかどうか考えてみて。ごちそうさま。先に失礼するわ。私も先に行く。待ってください。あの失礼します。よい。今ので状況が理解できただろう。問題はこれからどうするかなのだ。過ぎたことにこだわっても仕方ない。そうだ、そなたは立ち直りが早すぎる。それは良いことだが、あと5分ぐらいは反省の色を見せておいた方が良いぞ。榊には一言声をかけておくのがよかろう。なんだ。鏡住みか。いや知らんな。私の知る範囲では聞いたことのない名だ。何者だ。うん、白金はそのものを探しているのだな。ならばその名は覚えておこう。今度は何だ。そなたは私を見て何とも。いや、私の家はごくありふれた一般家庭だが、なぜだ。父母の教育が厳しくてな。それだけだ。そろそろ私も失礼する。